全国の指導医の先生方、こんにちは。いつもステップバイステップ食診療アプローチシリーズをご覧いただきありがとうございます。よく指導医の先生方からですね、研修医に対してどのように教えていいのかとか、自分の専門外のことは教えられないというようなご質問をよくいただきます。私はですね、そのポイントはですね、あまり教えすぎないことだと思ってます。このシリーズをご覧になってお分かりいただけると思うんですけども、研修医との対話を基本にしております。当たり前のことを一つ一つ確認しながら、一緒に自分も成長していくと、そういうようなスタンスで作ったつもりです。指導医の先生方もですね、あまり教育という大それたことをしようと思わずに、研修医と対話するっていうことを重点に考えるのがいいと思います。この DVD の使用方法ですが、書物で勉強するよりもさらに効率的に学習が可能になると思います。ぜひ指導医の先生と研修医の先生が一緒にご覧になって、その後できればそのテーマについてですね、ディスカッションされることをお勧めします。私が申し上げているのはですね、絶対的な考え方ではありません。いろんな考え方があると思います。ですので、それを叩き台にしてですね、議論してもらって、より理解を深めてもらって、研修医の先生たちも当直業務あるいは日々の診療が向上すると考えております。ぜひこの DVD を臨床研修で教材としてお使いになることをお勧めいたします。よろしくお願いします。